じゃんけんが強くなりたいです。じゃんけんぽい。弱くないじゃん。じゃんけんぽい。あれすごいですよ、強くなりました。ちょっと早いんですけども、来週が2月2日節分の日です。皆さんの呼び寄せたい福何でしょうか。深川さん。私はじゃんけんがそんなに強くないので、はい、じゃんけんが強くなりたいです。服ですかね、なんだろう。そんなんでいいんですか。合ってるんよ、絶対それで合ってるんで、はい、でも結構じゃんけんっていろん な, なんか番組とかでもあったりしますし、これに勝ったらこれがもらえるとかっていう、はい、勝負の強さでもあるので、はい、じゃんけんが強くなる服が欲しいです。ちょっと甲羅さんとじゃんけんしてもらっていいですか。じゃんけんぽい。勝った。もう弱くないじゃん。ちょっと借りだぞ。いや今多分来たんでしょ、服が。最初はグーじゃんけんぽい。あれすごいですよ、強くなりました。強いじゃん。豆撒いてないのにもう2021年はちょっと強いかもしれない。強いかもしれない。いいかもしれないですね。監督もいいですか。監督やりますか、はい、最初はグーじゃんけんぽい。あいこでしょ、あいこでしょ。あ、負けた。そこまでうまいこといかない。ごめんなさい、監督私の悪いですね。やっぱ監督にはかなわなかったです、はい、でも、はい、それなるね、勝負運ね、じゃんけん、勝負運、勝負運ね、わかりました。コーラさんなんでしょう。ずっと考えてるんですけど、はい、いや、宝くじとかになっちゃうじゃないですか。つまんないって言われて。いや、まず、いや、そう、いや、そりゃそうって思って、うん、でも宝くじ当たりたいよね。いや、当たりたいですけど。そうなんですよ、はいはい、でもそうなると普通すぎますもんね、みんなが思うっていうか、ね、はいはいはい、じゃあ宝くじの CM とか。あ、なるほど、そこに出たいってい う, もうアピールを。宝くじの CM に出たい。CM くれってことですか。そうですね、その服もくれ。わかりました、ありがとうございます。カリナさんどうでしょうか。やっぱり勝負事だったり宝くじっていうのもちろんそうなんですけど、今思ったのが、私は昨年抽選で2回外れたものがあるんです、はい、プレイステーション5を抽選したんですけど、うんうん、2回普通に一般で申し込んでたんですか。あ、もちろん、はい、で2回ともよく行く家電屋さんが抽選開始してて、はい、で2回やったんですよ、うん、でよく行くから当たるだろうと思って1回目やったら当たんなくて、うん、もう1回やってもダメだったんですね。だから今年まだチャレンジしてないので、はい、まあ、チャレンジしてちょっとゲットできたらいいなって思います。3人ともすごいですね、これ。なんかじゃんけんに勝ちや宝くじ当てたい、プレイステーション5買いたいっていう。もう欲を言えばもっといろんなありますからね。あるけどね、わ、はい、かりました。鬼は外、福は内。ありがとうございました。どうぞ大きな拍手お願いします。